みなさんこんにちは、まゆママです。今日はお休みなので息子と二人で朝からティータイム。日頃のさまざまなストレスを忘れられるこの時間が私は大好きです。おいしいお紅茶に愛しの息子、本当幸せ。おいおいおい、起きろよ、8時よ。はい、あんな時間はございませんでした。これが現実でございます。今日はお休みなんですけど、休みも何かとバタバタしますよね。今回はそんな我が家の休日の様子と愛ママの息抜き時間をお届けしようと思います。朝はおむつ替えからスタートするんですけど、最近あゆくんどこ行っても暴れるんですよね。一応旦那も手伝う精神はゼロではないんですけど、ほぼ無力です。いや、無力です。いらんやろこの役割。こちらがあゆくん2歳です。最近ジュースやアイスにハマってて毎日ねだってくるんですよね。栄養面がほんま心配。はい、続いては朝食の準備です。朝はとにかく時短が命なんで、朝はバリ適当。適当にパン切って、適当に焼いて、適当にトン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 と切って、バッサバッサと入れてるだけです。今日は休みなんでまだマシですけど、平日はマジで地獄。仕事までの限られた時間で家事や保育園の送りなどなど、やることって結構多いんですよね。そしてあゆくんは空腹時の機嫌がまあ悪い。とまあこんな感じでいつも圧をかけられております。私は今妊娠7ヶ月なんですけど、体がほんま重たい。座りのせいですかね。甘いものばっかり食べたくなるんですよね。おかげで体重は増えるわ、朝の動きは鈍いわで、もはや豚さん。それでも容赦ないのが野郎ども。タオルしろ。いや、あゆくんは分かりますよ。 あんた誰なん。あれちゅう、いや、これじゃない、これじゃない。こんなに時間取られるのが一番もったいないですよね。何年ここに住んどんねん、マジで。もう、覚えて。はい、こんな感じで全く用事が進まない日々でございます。朝ごはんは結構適当にしてますけど、やっぱり栄養面とか気になるので食材とか意識するようにしてます。特にあゆくんは最近甘いものが好きで野菜を嫌うので、バレないようにこっそり野菜を混ぜたりしてるんですよ。ご飯にはほんま神経使いますね。とは言っても毎日はやっぱ無理なんで、冷凍食品やお惣菜で済ます日も多々あるのが現実でございます。ご飯食べさせてる間に残りの用事を済ませていきます。ほんと家事や育児で忙しくてリラックスタイムなんてないですよね。スキンケアにも時間をかけたいところなんですけど、見てください、立位ですよ、立位。休憩する時間があってもいろいろと気になることが多くて、結局頭も体も休まらないことが多いです。旦那も少しはやってくれるけど爪が甘い。はい、とまあざっとでしたが、我が家の朝の用事はこんな感じです。朝から休まらない日々ですけど、使えるものは使って妥協もしていこうと思います。さつまいも食べる？おやつ、スナックミ。スナックミ？そう、これ無添加で安心安全なおやつの定期便や。珍しいお菓子とか定番のお菓子の中から100種類以上あるらしい。なんかおしゃれやな。うたこ映ってんや無理がある。今日は後ろからこんにちは。おさつ食べて、あんたは。おさつ、うん、それいいじゃん、一個一個じゃん、もういいな、一個だけ。わかんないし、なんか結構しょっぱい系か甘い系まで。しかも箱もめっちゃ可愛くない、おしゃれ。ちょっとテンション上がるような箱だけど。
これ、ね、届いて開けて何が入ってるか。あ、そうそうそう、おやつ診断っていうのをするんやけど、それで自分好みに合わせたやつをセレクトしてくれて送ってくれる。だから届くまで何が入ってるか分からへん。はいはい、それもすごい。だって自分で買ったらやっぱ同じようなばかり買ってしまうよ。しかも無添加やし、コンビニとかスーパーでおやつ買ってしまってたやん。でまあ妊娠してるし、やっぱ罪悪感があったわけよ。食べたいみたいな誘惑に負けててんけど、これやったら罪悪感なく食べれる。おいしい。あゆくんも最近さ、知ってるやろ、アイスとか毎日値段ってくんやんか、冷蔵庫の前って。アイス欲しいな。あんま毎日はあげたくないんやけど。あくこれアイス塗って食べたら美味しいんちゃう？それ言ってたら意味ないよ。クッキーめっちゃ美味しい、ホロホロ。うん、これクッキー。うん、めっちゃホロホロで美味しい。おかきも買って。うん、はい、めっちゃ塩加減とかもちょうどいいな。全然濃くない。そうやん。うん、はい、怒ってる。ほら怒ってるよ。怒ってるよ。うん、これは手おやつでもいいし、おつまみでもいいよ。うん、おつまみでもいいけど、俺はもうワンちゃんこれご飯でいける。胃袋を満たせる。あ、うん、親がさ、なんか食わんときに朝昼食わんとかあるじゃん。うん、そういう時にちょっとこれがこれ例えば仕事場についてさ、うん、払うしない。そう、もちろん食うよ、幸せな方法じゃん。美味しい。今回もちょっとお得な情報とかあるんじゃん。ニヤついとんの。あ、あれ、あれでしょ。 あるんだろ。ありますよ。せやろ、キモいね。ってことは、じゃあ今回はこれしっかりと皆さんにご説明して、で、なんか持ってるらしいですよ、嬉しいネタ。うるさい。それも最後にご説明するんでしょ。あ、もちろんです。一個ずつご説明して皆さんにお得な情報もお届けしたいと思いますので、この後ご視聴ください。はい、じゃあ今回はスナックミーさんご紹介していこうと思います。はい、今回はスナックミーの期間限定のキャンペーンとなってます。はい、スナックミーのおやつは100種類以上のおやつの中からマイページで好きなジャンルに指定されている自分好みのおやつをセレクトして届けてくれるシステムやね。うん、こんな感じでスナックミーのサイトからおやつ診断っていうのをやっていくの。表示されてるおやつを食べたいか食べたくないかを選んで選択していく感じ。診断して、そう、診断して あなたにはこれとこれとこれのおやつが向いてますよっていうのをセレクトしてくれる商品ってことですね。だから届くまでね、わからないんです。箱がこうやってきて中を開けたら何だろうって言ったね。開けてからのお楽しみ。なるほど。 そのおやつ診断をして届いたおやつがこちらです。おー、私の場合は1,2,3,4,5,6,7 8つ、うん、8種類選んでくれました。おやつ診断から、たやくんは今こちら、さつまいもチップス食べてます。バクバク食べてるね。じゃあ今から1個ずつ紹介していきたいと思います。プレミアムドライみかん、さっぱり爽やか。メープルフィナンシェ、甘いもの欲しい時にちょうどいい。ブールドネージュフランボワーズ、おしゃれなひととき。素材を味わうおかき、はちみつ塩、程よい塩味。九州産あごだしすぎおけ醤油カシューナッツ、おつまみにもおやつにも。枝豆ポリ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 。濃い抹茶羊羹、お茶によく合う。さつまいもチップスプレーン、子供も大好き。この紹介したやつがおやつ診断で選ばれて送られてくる。うん、はい、そうです。もうほんと人それぞれオリジナルなものが毎回入って、うんうんうん、開けるまではわからない。わからない。しかもこの可愛い箱に、そのコンパクト、これポスト投函してくれるの。うん、なんていうかな、大人のお楽しみ袋みたいな。あー、そうそうそう、そうやな、感じやな。うん、しかも体に考えられたお菓子ばっかりなんでしょう。うん、無添加よ。無添加。あゆくんにも安心してあげれる。あゆくんも食べてるな。まあでもこれだけ至れり尽くせりな商品、うん、ちょっとお高いんじゃないでしょうか。いや、それがですね、はい、スナックミーは、はい、通常1880円が 50% オフの940円なんです。今だけ、めっちゃお得。940円、はい、めっちゃお得やん。スナックミーは定期やから手が出しにくいと思ってたんやけど、うん、入会金、解約金、年会費無料で、うん、配数縛りもない。もう
お届け頻度も自由に変えれるし、うん、頼んだ分しかお金がかからないので気軽に頼んで試してみるのもありやなと思いました。なるほど、お買い得ですね。最近ほんま忙しいし、うん、あゆくんも私も食生活乱れてたからさ、うん、スナックミでほんま助けられた。あ、時間も栄養面もスナックミが助けてくれた、うん、無添加で安心して食べれるから、うん、私みたいな境遇の人もすごいいっぱいいると思うんで、うん、ぜひこの機会に試してみてほしいです。はい、今なら半額ですので頑張る自分へのご褒美に、ご褒美に、はい、ぜひスナックミをお試しください。はい、はい、それではお時間となりましたのでこの辺で失礼いたします。お時間となりました。ありがとうございました。Every time I tried to walk away, I couldn't make it through another.